背景、有馬光聖様。さっきまで一緒にいた人に手紙を書くのは変な感じです。私が初めて君の演奏を見たのは5つの時、当時通ってたピアノ教室の発表会でした。ぎこちなく登場したその子は椅子にお尻をぶつけ笑いを誘い、大きすぎるピアノに向かい一音を奏でた途端、私の憧れになりました。どうしてもいつか一緒に演奏がしたくて、私はバイオリンを始めました。それなのに君はピアノをやめるんだもの。人の人生を左右しといてひどいやつです。グズ、ノロマ、アンポンタン。同じ高校だと知った時は舞い上がりました。どうやれば声かけられるかなってずっと考えて、でも結局眺めているだけでした。だってみんな仲良すぎるんだもの。私の入るスペースないんだもの。子供の頃に手術をして、定期的に通院して、中1の時に倒れたのをきっかけに入退院の繰り返し、病院で過ごす時間が長くなりました。ある夜、病院の待合室でお父さんとお母さんが泣いてるのを見て、私は長くないのだと知りました。その時です、私は走り出したのです。後悔を天国に持ち込まないために、好き勝手やってやりました。怖かったコンタクトレンズ、髪型も変えて、偉そうに指図する譜面も私らしく弾いてあげました。そして一つだけ嘘をつきました。宮園香織が渡里亮太君を好きという嘘をつきました。なんで？その嘘は私の前に、有馬光聖君、君を連れてきてくれました。渡里君に謝っといてね、あと椿ちゃんにも謝っといてください。私は通り過ぎる人間で、変な過去を残したくなかったので、椿ちゃんに紹介してとはお願いできませんでした。だって椿ちゃんは君のこと大好きだったから。私の姑息な嘘が連れてきた君は想像と違ってました。思ったより暗くて卑屈で、意固地で盗撮魔。思ってたより声が低くて、思ってたより男らしい。思ってた通り優しい人でした。土橋橋から飛び込んだ川は冷たくて気持ちよかった。一緒に歩いた砂浜のキュッキュッっていう感触。夜の学校って絶対何かあるよね。忘れられない風景がこんな些細なことなんておかしいね。君はどうですか？私は君の心に住めたかな？土足で上がってきて、ちょっとでも私のこと思い出してくれるかな？忘れたら化けて出てくるくせに。リセットなんか嫌だよ。するもんか。忘れないでね。うん。約束だよ。うん。届くかな。届くといいな。
有馬光成くん。君が好きです。わがままばかりごめんね。いっぱいいっぱいごめんね。ありがとう。宮園香織。